そういえば最近あれだね、寂しいターンなくなってきたね。あー、最近またちょっと深夜人と喋りたい熱がちょっと上がってきてて、来た、本当に深夜話す相手をしきなぎあきらは募集しています、はい、深夜に、いやいいよ別に、今暇ですかって言えばいいんじゃないの。それはそう。うん、ボルタクションのディスコでもいいしね。うん、しきなぎくんが寂しくなるとディスコードに常駐しているのはあまりにも有名な話ですが、最近その話を聞かなくなり逆に心配しています。大丈夫ですか、寂しくないですか。マネージャーどこですか。マネージャーどこですか。寂しくないですか。やっぱ寂しいのは変わらず、うん、まあまあたまにね、波としてたまに寂しくない。やっぱまああるんだ、みんな忙しいじゃないですか、だから、うん、っていう中でその迷惑かけるのも良くないなと思って、うん、そうだよね、迷惑かけるの。先輩たちが話聞いてくれてるよ今。魚を飼い始めたからか。ああ、なるほどね、魚と対話してんだ。あのね、でもやっぱね、熱帯魚いいぞ。なんかアクアリウム始めた言うてたもんな。うん、来週ですね、水槽を寝室に置きます。しきなぎあきらですね、来週水槽を寝室についに置きます。ついに魚を導入します。写真見た、買い始めて思ったけど、うん、あのね、あったまる、なんか見てるだけでなんか気持ちが良くなる、うん、そうなんだ、飽きない、マジで飽きない。